はい、皆さんこんにちは、ピカです。桃太郎電鉄やっていくよ。おー、怖い、ほんと怖い。あいつ、納豆、水戸納豆ね。はいはいはい。よし、ここ泊まった方がいいかな。今何月だ？ 4 月か。プラス泊まってもいいことねえな。あの生半円ほんと消えてくれんかな。あれ怖い。ペペペマンファミリー、父はパパパマン、ママはママママン、リニアカード、サイコロ5つになるんだよな。今何月？ 5 月か。まあいいじゃろう。え？あ、行っちゃうの？仙台に行っちゃってるこいつ。伊達政宗グッズ。ああ、物件まだ持ってるんだな。全部剥がれるわけじゃないんだ、生ハゲによって。
福引きカード売ってやがるあいつ500万で。ご臨終です。止まりやがった。家具屋最悪。いや ひでえなこれ。あ、カード奪っちゃったのか。リニアカード捨てた。いやいや、かわいそうだね。ねえ、ほんとに嬉しいよ。生揚げまさかこんだろうな、お前。これはぴったり止まらんといかんのだろ。お前、ボンビー来た。お前 D から入れ。もう入らんか。おっしゃ、行け行け、消えろ。ゴマスなんだけど、どうすっかな。ゴーデルカード使おうかな。進行形なんだよな。サンスメルカード、こんなの持ちまくっていてもしょうがないからね。使ったあるかな。使ったら本当に。いけいけ、よっしゃ、いけ、レッツゴー。はい、ワンこそ食い放題だぜ。うまそうだな、本当に。わかりました。ここです。下関。おっと、はいはい、フグ、フグね、フグ料理の下関。下関ってアコだよな。中国地方じゃなかったか。盛岡に着きました。買う。おっと、これ全部いけるぞ。おっしゃ、いい物件だこれは。わんこそば1000万の 50%。 はいはい、冷や麺屋、ハット鍋屋、まとめ買いじゃ。
押し買い占めた。これ収益2倍になるんだよな。独占。はい。はい、ピカ社長、これで盛岡の物件は全て我が社のものとなりましたぞ。盛岡のピカ電鉄グループは予想収益が2倍に跳ね上がりました。はい。OK。で、カードで、ちょっと待って、ここもブックマークカードにしとくかな。ブックマークしとこうか。ブックマークしとけ。はい。はい。うわ、50マス。この時こそぶっ飛びカード。はい、デビル派遣。本当になんか嫌なことしそう、こいつ。銀河鉄道カード、いいとこで使うじゃないか。おっと、行っちゃったよ。あ、そうだ、俺5つ進むんだね。そしたらまずボンビーをどこにいる。ここにいんのか。なら俺はこっち側から行った方がいいな。俺は海側から行くぜ。さくらんぼ駅ってあんの。ここも買い占める。え、さくらんぼ駅って本当にあんのか。で、秋田にも泊まれそうだね。ちょっと待って、秋田はきりたんぽだろ。きりたんぽ鍋屋、秋田小町水田、あ、有名なね、秋田小町。うん、稲庭うどん、しょっつる鍋。はい、こっち行こう、こっち行こう。さくらんぼ好きだけど、まあ有名どこ行っとこう。まとめ買いじゃ。みんなぶっ飛びカードパーッといきましょう。本当にお前ボケみんなぶっ飛んでどこ行くの。お前どこ行くの。いいとこ行きやがった、あいつ。はいはい、はい、お前いいとこ行ったんじゃねえの。四国行ったぞ、近いぞ。
はい、銀河鉄道はよ、もう爆破しろそこでお前。はい、お帰りなさいませ。夢のまた夢じゃ、銀河の。俺はどこじゃ。うん、まあいい感じじゃないのか。俺も小田原か。まあちょっと近づいたんじゃないのか。これは生さあるんだ。ええ、ちょっと待って、37マスか。あ、そっか、俺5マスしか使えないんだ。9月か。よし、いや、ちょっとここどこだ。新潟の方か、こいつボンビーいんの。いやー、こいつ入りそう。浦島くん、あ、サイコロカード消えちゃった。浜松、こう高いだろう。おしゃおしゃおしゃ。なら、増資じゃ。1億円か。まあ、まとめ買い増資じゃ。よし。うん、6000万あれば十分じゃ。何？うなぎ来たぞ。何お前、地震怪獣うなぎラスが現れた。うなうな、地震怪獣うなぎラス。なんかとてもヒーローっぽい、いいことしそうなミュージックじゃねえぞこれ。日本中に地震を起こしてやる、うなうな。あー、これお前保険入ってねえんだ俺。ちょっと待っ、うん、え、なんだって。地震を起こすと言われているのはウナギじゃなくてナマズじゃないのかって。そうだよ、消えろお前。へへへへへ、お呼びじゃない、お呼びじゃないよね。へへへ、なに、なんだったの。え、うなぎラスは休校カードを置いてた。お詫びの印のようだ。よしよしよし。お前ほんと、お前今度出てきたらかば焼きだぞお前ほんとに。
よし、急行使っとけ。急行使って4つかよお前。名古屋高知かういろやえびせんべいあんかけスパやきしめん、はい、味噌煮うどん味噌カツ屋ね、なこれは聞いたことあるぞ名古屋のね。はい、これはあれだな、ドラゴンですか。おっとこれは自動車ホンダか。え、名古屋か。名古屋はトヨタか。おっとすげえな、世界のトヨタだからなこれは本当に。言ってこっちゃんのウイロー、ウイロー欲しい。そうだ、味噌煮込みも聞いたことあるな。味噌カツ屋だなやっぱね。違うよ、はい、よしこのぐらいにしとこうか。お、何1000人。よっしゃ100件目の物件を買ったのじゃ。オッケー、何でござる。のぞみカード、よし。さあ今度は何だ。おお、ミニ、おっと変わった。キングボンビー。おおっと、まあ、こうブラックボンビーたちよりはいいんでしょ。でもでけえな、キングボンビー最強なのか。ブラックボンビーとかの方が強いだろ。俺様はボンビクラスの、かぐや君終わりましたな。ありゃくれよ。いや、よしじゃ。なに、どうすかな、これいらんわ。一攫千金っていつだろう。
いやー、入りやがった。俺じゃないよな、俺じゃないよな。あいつら30マスぐらいあったよね。金太郎さん。札幌か。新幹線かと。おいおい、かぐやになすりつけていった。あいつ、まあこれは盛岡まで行けるカードあったよね。盛岡まで行こう。多分近いだろう、札幌と。ちょっと待ってね。盛岡、ここだから札幌を行くには近いだろう、こっちの方が。ね、あのキングボンビーとも離れれるし、え、札幌こっちか。あれ？あれ？あ、ここ、あ、こ、あれ？あれ、ちょっと待って。あ、ここだ、ここだ。うん、隠れてた名前が。よしよし。ねえ、北海道はね、あの僕一回しか行ったことないんだよね。本当にもういいね、旅行したいよね。札幌とどこ行ったかな。あのね、どこだったかあれ、なんかの店屋、店屋って全部店屋だな。ね、どういうとこだったかな。川沿いにね、店あってね、あったんですよ。うん、札幌は行かなかったな。よし、そしたら使おう、盛岡使え。よし、で物件買えるか。金あっかな。4000しかねえよな今。増資できねえんだよな多分。あ、できないんだ。でも期待期待。やっべえ、お前俺の起きてるぞ。バカ野郎お前、この野郎。キングボンビーピンポイントで連れてくんじゃねえよお前。
や、お前そのちょっときつくないか。便利系、こんな方で。いやー、これは使えんだろうしな。使えるか。キングボンビ、俺様にそんな変なチョコカードが効くと思うか。たわけ、わかった。あー、必ずキングボンビーの影響を受けちゃうじゃねえかお前。これひってえことしやがんな。とうとう俺の悪夢が。やめる。え、お前何もすんなよ今。七田 ばっかりだろ。お金などいらぬのだ。サイコロ10個振って出た数の合計で本当にバカやらめ。1億円。にゃーに、何、売りたい物件を選んでください。どうすれって言うんだよ。農林だ、商業いらん。食品独占してるのは売れねえな。まあこれ、小樽のお寿司屋、まあこサンタさんからの西郷さんだったかな。独占は崩したくない。なら水戸納豆工場じゃ。よし、おいお前こっち今回。絶対なすりつけてっからな、本当に。よし、あ、なすりつけろ。あ、なすりつけろお前。あ、しゃしゃし、どっちかな。こっち逃げとくか。お前、家具屋持っていけよお前。ガルラルラ。いや、あいつまた期待カードも。こいつあれだ、まだ中国地方のとこにいんな。金太郎入ってくれ早く。そしたら一番遠いこの浦島君にボンビが行くから。
あと家具屋さん2位だったの一気に転落したね。まああのピカもね、あのこれあの全然例外じゃないですから、もう すぐに本当キングボンビーがずっとついてたら、ずっと言っていいかね、もう39億円なんか1年経たんうちにもういっちゃうんじゃないか。家具屋も10億円ぐらいなかったか去年まで。それがもうあの1億円になっちゃったね、うん、で浦島くんが今2位になったのか。浦島電鉄、おお、よし、これはカードじゃ。望みカード、サイコロを 5個振って出た合計の数だけ進めるカード。あいつはどれだけいる、17マスだよな。望みカード使うわ。もうとにかくこのボンビを使え。ボンビをなすりつけて、あのアコ行くしかね、向かうしかね。よし、19マス。これ下手したら入るんじゃねえの。入らねえか。こっちから行ったらどうだ。1、2、あー入らねえか。ならばやっぱあのなすりつけて、ボンビをなすりつけて逃げよう。こっち行ったよな。はい、おい、はいはいはい、俺じゃないよな。そうそう、あっち行って思う。そうだよ。はい、そうです。目的地変更カード、これは面白そうじゃん。お前もかごに、怖い、こいつは牛歩カード、牛歩捨てろ。あれ使われたら俺もう1ずつしか進めないんですよ。あれ牛歩ボンビードッカーン。だったカグヤがどんどん低下していく。浦島電鉄か。天然トラフグにウニ、はーい、熱いご飯でウニを乗せればフグのお刺身を食べれば天にも昇る気分です。おっと、
だ。あと6マスだな。ちょっと待って、すぐ下にいるんだな、キングボンビー。カード進行形、特急使おうか。じゃあ急行でいいわ。サイコロ2つ、いけ。6、9か。ま、回っていけばなんとかならんか。こっちは？いった！来たぜ。札幌ビール、札幌ラーメン。北海道はね、なんか青色の湖みたいとこ行ったよ。うん、あとなんか、なんかな、温泉、砂浜のね、砂浜がなんか暑いとこあるみたいなんだよね。どこだったかな、ちょっと忘れちゃったな、本当に。昔のことだからな。新潟。はい。12億。おっと。ジンギスカン。札幌ビール。はいはいはい。俺はどうしよう。カエルまとめ買いしたらどうなる？うん、いい感じじゃないのか。はい。本当にこいつスケベ野郎だな。本当に浦島は、かぐやにばっかあげやがって。本当に はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。